本番いきます。よーい、カメラ OK、 パト OK、 役所 OK、 よーいスタート。監督ラボの監督です。突然ですが皆さん、カーテンにはなんで普通のカーテンとレースのカーテンって2つに分かれているんだろうか思いませんか。はい、そんな素朴な疑問から今回調べてみました。そもそもレースのカーテンを買うにしてもお金がかかる。そしてどうせペラペラでケスケでしょ。しかもすぐ近くに家とかビルとかもないし、わざわざお金を出してレースのカーテンって買う必要ないよな。あとコストは20ガラス2枚仕様だからな、カーテンなんてものはいらないと思っていましたが、なんとレースのカーテンむちゃくちゃ、いやもうむしろこれを調べて買うことを決めました。大きく分けて4つの特徴、買うべき要素を見つけましたので、この動画で紹介したいと思います。まず一つ目なんですけども、目隠し効果。まあ、これはまあ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 、まあ、分からなくもない。カーテンって普通閉めたら真っ暗になりますよね。でもレースのカーテンがあることによって太陽の日光をこちらに出しつつも部屋を明るくできるっていうところで、まあ、やっぱり外からカーテンがない状態で見るとやはり人の目が気になるな、プライバシー防止のため。あと他にもレースのカーテンを敷くことによって風通しも良くなると。ちなみになんですけども、これもちょっと調べてびっくりしたんですが、なんと外から見る分に関しては、まあ、レースカーテンなんで見えないっていうのは分かるんですけども、中から外を見る分に関しては透けているという、同じカーテンなのにこういう機能も今のレースカーテンには繋がっているということですね。二つ目なんですけども、紫外線。はい、これもわかるね。カーテンの中に UV カットっていうものがなければ効果がないのでご注意ください。夜は普通のカーテン、昼はレースカーテンが主役。すごい、すごい、すごい。はい、昼間なんですけども、まずカーテン開けますよね。調べたところなんですが、なんとですよ。部屋を真っ暗にして寝た場合と、蛍光灯の下で寝た場合、紫外線を受けることによってガンの発生率も少なからず影響してくるかと思いますので、これ聞くとちょっとやっぱつけた方がいいかなって自分も思いました。紫外線を防ぐということは基本的には部屋の室温も調整してくれるというですね、まあ熱い日光も遮るという効果もありますので、ここもやはり注目ポイントですね。はい、で3つ目なんですけども、こちらに関してはなんと人間側ではなく周りですね、環境、物、家具、これに関係した話です。自分もすごい分かるんですけども、前の家って床白だったんですよね。でやはり7年住んでたんですけども、どんどん黄ばんでいくんですよね。ナビのおしっこなのか違うんですよ、太陽光の日光で劣化していくんですよ。というわけでそれを遮るところが日焼け防止対策。はい、まあ、床とか壁とかですね、レースのカーテンがあることによって普通の速度よりかはもうガードできるっていうわけですね。特に白い家の方、日差しを遮るということはですね、大きな温度差がなくなるので、まあ、すごい暑い時もそんなガツガツ来るんじゃなくて、まあ、抑えてくれたりとか、まあ、めっちゃ寒い冬ですね、もう冷気を遮ってくれるとか。次なんですけども、まあ、ここは人によるかと思うんですけども、デザイン、まあ、個人的に自分もですね、まあ、おしゃれな方がいいんですよね。まあ、この壁紙でちょっと決めたっていうのも一つあるんですよね。そのやっぱ柄があることによって、まあ、テンションは上がるんですよね。まあ、あと最近なんですけども輸入住宅とかですね、それに合わせたレースカーテンっていうのも出てきてるそうなんですよね。家の中で英国にいます、フランスにいます、インドにいますが、レースカーテンがあることによってインテリアの幅が広がるということです。目隠し、紫外線対策、日焼け防止、デザイン性。はい、まあ、あとですね、レースのカーテン、なんとこちらですね、ホコリをキャッチしてくれます。はい、いやあんまりカーテン選択してないと思うんですけども、カーテンを、まあ、汚いから洗ったらめっちゃ真っ黒だったっていうですね情報も知りましたので、まあ、プラス効果ですね。はい、というわけでですね、今回なんでレースのカーテンと普通のカーテンがあるのかという違いを動画にしてみました。というわけですね、はい、買ってきましたよ。むしろもう調べた時点で買ってきました。監督ラボの動画を見てくれた方は知ってるかと思いますが、私の自宅ですね、窓がめちゃくちゃでかいんですよ。いやこれは自慢じゃなくてですね、なんで普通の家具屋にカーテンが売ってないんで、こちらも大金はたいて購入しました。イェイ。まあオーナーメイド約2週間ぐらい、かかって到着したので、お買い上げありがとうございました。まあ、サイズは測ってるんで大丈夫かと思います。はい、こちら、茎みたいな柄、とりあえずつけます。はい、どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。このカメラなんですけども、DJI のポケットですね。監督ラボの窓はバカでかいんですよ。今、まず、普通のカーテンなんですけども、まあ、こういった
感じの両開きで使っております。今手前側にカーテンをつけていますが、ここにもう一個あるのでレースカーテンをつけていきたいと思います。レースカーテンを、うるさいうるさい、オープンです。はいはい、どうでしょうか、逆光だ。はい、というわけですね、つけました。こんな感じですね。まあこのようなカーテンですね。でも結構遮光強いかなという感じなんですけども、何ですか何ですか何ですか、ね、あ、これが好きなんですね。はい、というわけですね、今回はレースカーテンの紹介と、レースカーテン買ってみてどうだったかということですね、検証してみました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。他にもこういった動画を出しております。ぜひチャンネル登録をして他の動画もご覧ください。カントでした。